はいどうも、かっぱ園長です。じゃあ今度はね、みずほ銀行の続きいきましょうか。ね、何回かほら、みずほのこのシステムトラブルの話はしましたよね。 どうにもならないと <laughs>。ね。なんたらもう銀行業も放棄して、他の銀行使ってもらった方がいいかもしれないですね。みたいなこと言っちゃってたじゃないですか。あとはまあなんかこうね、あれなんか法人、えー、法人部門は、なんかよくわかんないですけど、元に戻ったんで、よかったらどうぞ、的なね。うん。完全にこの責任を放棄してたっていう、そういう話しましたよね。で、今度はこの、なんだろう、内部告発的な流れなのかな。まあ元行員、ね。水ほ銀行の障害でお金を引き出せない、ね。 でその状況に、この顧客ね、ね、えー、お客さんが、もうクレームをね、うん、もう怒鳴り込んできたと、現場にね、銀行にね、うん、でこの行員の胸ぐらをつかまれたみたいなね、ねそういうこと、ね、こねこの激白したっていうね、<laughs> もうかつてのトラブルを激白したみたいな、まあ、そんな人のね、えー、なんかインタビュー、記事が出てきて、うんまあ、ちょっと見てみましょうかね。 えー、なんかよくわかんないな合コンなのに金が下ろせないってなんだろう、まあ、女性にねまあなんかこう詰め寄られて胸ぐらつかまれたなんていうそんなあのみずほの銀行の行員もいたんだってさ <laughs> まあ、みずほ銀行みずほ銀行って言ったら、まあ、僕はあの口座持ったことないからねこの実体験ベースではなかなか話もないんですけど例えばほらあの銀行の ATM がなんだろうなこのショッピングセンターとかでよくあるじゃないですか。 あ空港とかでもありますよね、この各銀行のさこの、なんていうの、ATM が並んでる、勢揃いしてるコーナーってあるじゃないですか、でどういうわけかみずほだけいつも行列になってるっていう、そういう印象なんですよね、他全然なんですよ、ね、UFJ も、ねえー、三井も、えー、なんだったらセブンとか、なんかい,いくつもある、ね、あと、ゆうちょか。うん ねえ、だいたいそれとみずほと、だいたい4つ、5つ並んでるじゃないですか。みずほだけいつも行列してんですよね。<laughs> あれ見ただけでもなんでみずほ使うのかなってね、ね不思議でしょうがなかったですけどね。うん。まあいいんですけども、えー、みずほ銀行のシステムトラブルにね、歯止めがかかんないと。<laughs> だって、トラブル解決できませんってさじ投げてたじゃんね。えー、2021年、えー、2月28日、え2 0あ、去年か。 28日に去年の2月28日を皮切りに3月3日、7日、11日などわずか13日間で4回トラブルその後8月、9月にもトラブルは改善することができず入,入出 金、えー、振り込みなどが停止する異常事態、えー、それらを受け11月には金融庁による業務改善命令、ね、財務省による是正措置命令などが出された、えー、年が明けてもシステムトラブルは改善の兆しを見せずこれもうさ、ね、銀行業務放棄してるような奴らなんで潰しちゃえよ、うん、って思うんだけどダメなの <laughs>、ね、メガバンだからってそんな,なんかね、うん、取引金額が大きいとか小さいとかっていうだけで えなんか、まあ、もちろんね、不具合とか、どっかにしわ寄せは当然いくと思いますけども、だからってこんなもん許してていいのかねっていう単純に疑問なんですけどもね。うん。まあ、潰すに潰せないとか、なんかそういうのはね、調べてったらいろいろあるのは分かりますよ。わかりますけども、うん。いや、もう限界だと思いますよ。え、だって行政指導だって何回入ってるんですか、これ。<laughs> ねふふ。も銀行として手もなしていないような組織。ね、銀行を語らせとく場合じゃないけども。 思いませんまあでもこれ銀行に限った話じゃないですよね。うん。例えばこのマスコミとかさ、あこのメディア、ああいう業界もそうですよね。うん。NHK なんかを筆頭に、ね、こんなのおかしくないですかっていう状態をずっと許してるのが日本だったもんね。うん。だこういうとこもなんか変だよね。うん。まあいいんですけども。で、えー、なんだっけな。うん。 今月11年が明けても、まあ、改善の兆しは見,れ見,見せず今月11日にはネットバンキングは利用できない問題が発生一連の相次ぐトラブルを受け今年4月に予定されてた社長交代が前倒しされるという責任問題に発展したとでこれがあの官房副長官のお,にお兄さんだったんだよね、うん で、えー、まあ思えば、みずほ銀行の歴史はシステムトラブルと共に幕を開けている。だから、あの統合が失敗したんだよね、結局。でもさ、この経営統合、ね、うん、だってここだけじゃなかったよね。てか、今メガバンって呼ばれてるところは全部そうだったよね。だって僕が使ってる三井だって、<laughs> あれいつ頃だっけなんか太陽神戸三井なんてわけのわかんない名前の時あったよ。うん。それだってなんかこう、なんだかんだ、ね、うん。 まあ、収まる形に収まって、これあの UFJ とかだってそうじゃないですか。ねうん、ここだけだよ、おかしなことになって、ずーっとなんかこうね、うん、わちゃわちゃ、わちゃわちゃやって、ね、一般のこのね、顧客、お客さん、利用者に迷惑かけっぱなしなの、ここだけじゃん、はっきり言って。うん。で、まあ、多分なんだろう、覚えてる方も、っていうかまあ、ご存知だと思いますけど、この1999年に、えー、第一勧業銀行。 あと、富士銀行、で日本工業銀行が合併してみずほ銀行なんですよね。で、2002年4月でしたっけに迎えたみずほ銀行新体制だったんですけども、まあ、その初日にもシステム統合失敗による ATM 停止、えー、二重引き落としと、ね、問題がもう続々発生しちゃったんですよね。で、えー、当時の財務大臣のこの塩川さんでしたっけ こんなね、おかしなことがあるかと。あきれた様子で、この報道陣にね、この愚痴ってたっていうね。<laughs> えだって、あの、新体制、スタート初日にずっこけてんですよ、水尾銀行はね。だからもうそれからずっとですよ。2002年からずっとってことですよ。うん、だからもう20年間、もうおかしい、え、ね、なんかに20年間ずーっとおかしなことをね、そのまんま、 何の改善もせず、ね、ずーっとぐだ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 やり続けてるってことですよ。スタートから。だらも変な話あるじゃないの。ね、スタートです。ね、2002年4月がスタートです。よ意い、ドンってずーっとね、もた,もた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 ね、後ろに向かってね、うん、後ずさりしてるようなもんですよ。うん。何やってんのって。こんなとこも銀行として認めたらもうダメなレベルじゃないですか <laughs> 20年間ほったらかしどころかど、んどんどんどんおかしくなってるんですよ。うん。ね。 これでね、うん、メガバンとかね、笑わせんなって話ですよ。ね、取引額がお預かりしてる金額がいくらかとか、もうそんなもん関係ねえよ。うん、こんなところはとっとと畳んじゃった方がいいと思うけど。うん。で、ちなみに当時の、当時のですよ、今じゃないです。当時のみずほ銀行の社長が、NHK の会長、今の NHK の会長を務める、この東大法学部卒の前田さんだったんですっけ。確かそうだったかな。 でその後もみぞう銀行のトラブルや不祥事が続いて、えー、11年は東日本大震災のこの義援金が集中したことを受けた。これも結局ね、なんか都合よく利用したなんか言い訳に使っただけのような気がしますよ、今となっちゃうね。うん、でまあ、でもシステムダウンして ATM 利用停止で。13年は不適切融資が発覚して首脳陣が退陣。確か54人ぐらい処分食らってたんだっけ。ね うん、だからもうこのシステムトラブルだけじゃないっすよ。ね、システムもおかしいけど、そもそも人がおかしいから銀行おかしいんだよ。え、だって結局そうでしょうん。<laughs> え、普通にそう思いますけどもね。うん。だ、結局ほら、これももうずっといろんなところでいろんな人に言われてますけど、このトラブルがね、ずっと続いてる背景は、もう合併が招いた弊害だってみんな言ってたじゃないですか。昔から。 うん、てか合併話が持ち上がってる時からなんかね、うん、うまくいかねえだろうって言われてたと思ったんだけどなうんでまあこのシステム部分に関してはこの1社に絞らずにね富士通日立 IBM など複数の得意先が参入した結果混乱をきたしたとね、うん、だって昨日今日言われた話じゃないんだけどねうんで結局なんかこのだ なんだろうな。うん。まあ、この、なんだろう。えっ、ー、と、なんかほら、頭取とかさ、上の方の人間じゃなくて、この末端の行員。ね。だからそういう人たちはね、やっぱり芝寄せ、結局顧客を怒らせてさ、なんなんだよって。おろせねえ、またかよみたいな。で、怒られてすいません、すいませんって平謝りなんでしょ。うん。で、上、上の方の奴らはさ、ね、この、なんだろう、元第一官儀。 元富士銀行とかね、元日本工業銀行かなんかで、それぞれ上の方だった奴らが、ね、なんかこう、それぞれ、ね、この自分たちのこの言い分をさ、ね、わちゃ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 やって、ね、この末端の奴らが、ね、お客さん相手に平謝りっていうのをずーっと続けてるわけでしょ。うん。アホかと。もうさっさとこれ畳ました、えー、ね、畳んじゃわないとダメだと思うけどね。うん。だってなんとかならないっていうか、なんとかするつもりはさらさらないんでしょ。上の方の奴らは。ね。 あ、うん、るごとに、まあうん、しょうがない、なんかこう社長、<laughs> う次々変わるけどさ、結局は何もようやらなくて、ね、できなくて、でまあ、今度の人はなんかその内閣官房副長官絡みで、ね、そもそもこの突き上げも食らわせないように、わけのわからん手を打ってきたみたいですけども。うん こんんなもんやったったて無駄だと思うけどね、うん、そもそも,もう銀行としての存在価値っていうか存在させたらダメなやつらに、ね、銀行回させたって無理なんだよって、うん、思いませんかね、うん、うみずほえだって普通にみずほなくてもいいでしょ別にって思いますけどね、うん、だって他の銀行にね変わってもだって <laughs> みずほの人が言ってたじゃん、ね、どうぞ他の銀行利用も検討してくださいってだからそうすべきなんですようん とということで、ね、今回は以上でされてございましたではまたごきげんよう。